キチャンネル。ジョン、金曜日です。総チェック。はい。8月にも入ってですね、もう6連戦がエンドレスで続くっていうね、この8月。まあ8月終わったらある程度、目安が出てくるのか、もしくはパリーグはね、まだまだわかんないのか、セリーグはまあ、ヤクルトが優勝確率、まあ9割ぐらいありますから、まあクライマックスシリーズね、争いっていうところになるかもわかりませんけども、さあ皆さんね、どういう試合展開になっていくのか、今週のね、火水木もチェックしていきましょう。ね。さあということで、セリーグから、DeNA 対広島、ね、8月2日、5対2で DeNA、3日6対5で DeNA、そして4日、エウデン、ノーゲームっていう、あれはちょっと無理だったね。やるのはね、最初から中止でもよかったんじゃないのかっていうね、ところはありますけども、結果ね、2勝0敗で DeNA の勝ち越しっていうところになりましたけど、2日ね、5対2で DeNA、広島先発森下ね、4回75球、9安打1三振、1四球1デッドボール5失点と、全体的に甘く高く入ったね。まあそこをね、パッパンって通打ね、されたっていうところもあるし、DeNA でね、今永も、6回115球、9安打7三振、1四球2失点と、こちらもね、甘く入ってる部分結構あったんだけども、ストレートのキレが良くて、そこをね、広島打線が仕留めきれなかったかなっていうね、ところで。まあカープはね、初回、菊池がね、レフトへ先制ホームラン。これでね、リズムに乗っていくからっていう中で、3回表ね、1塁ランナーが森下。そして2アウト、1塁から、菊池がね、ライトオーバーのツーベース打つんだけども、これね、9-4-2タッチアウトっていうところで、セカンド牧が大エントでね、結構遠かった。それを完璧にホームまで。ね、スローイングしてタッチアウトっていうね。まあ、森下ちょっと三塁回ったところで様子見たかなっていうところでね。あそこそのままパーって来てたらどうだったかっていうところあるけども、この中継がね、ナイスと。まあ、ここで1点取ったらね、ひょっとしたら、広島のね、ペースっていうところになってた可能性もあるけども、ここでね、しっかり防いだっていうところは大きかったね。DeNA はね、2回裏、2アウト1塁からね、今永のレフトオーバー、タイムリーツーベースっていうところで、こうレフト中村ね、こう前出てきて、万歳。バッタがね、今永っていうところで涙ね、そんな伸びてこないだろうっていうところでね、前出たけど予想以上に伸びてきて万歳ね。これで3回ね、失点して。で、だからそのね、結局はこのね、守備の差なのよ。3回表はね、牧が大遠投で、追加点ね、取られるところをしっかりね、防いで。だからこれね、まあ2回の裏にね、このタイムリーツーベースなんだけども、ここでね、1点取られて、そのね、3回の表、これ1点取り返してたらね、状況は変わったけども、この2回裏ね、これ今からのタイムリーでね、1点取られるっていうね、この守備のね、こうちょっとした差っていうところが流れ変えたかな。で、3回裏にね、カープは2アウトからね、5連打っていうところで、牧がね、2ベース、で、宮崎もね、内安打、で、2アウト1、3塁から山とかね、タイムリー、で、ミネイタイムリーの桑原タイムリー2ベースっていうね、こう2アウトから、ゲッて、打線のね、この攻め方っていうのは非常に大きかったかなと。ね。で、4回裏に楠本がね、センターへホームラン打って、まあ、ここで勝負ありかなと。で、この日ね、リリーフ、伊勢、エスコバー、山崎ね、きっちりっていうところでね、非常に良かったし、その中で9回、サード、柴田、コート、悪送球、バッと、勝ったから良かったけど、もうゲームセットってみんな、おっと思ったら、おーってなっちゃってる。ね。まあ、でもね、しっかり、まあ、DeNA としては、ま、先発がしっかり頑張って、しっかりね、集中打で点取って、リリーフが踏ん張っていくっていうね、流れで試合とか、試合的にはね、素晴らしい試合だったんじゃないでしょうか。3日、6対5で DeNA というところで、この日ね、カープ12アンダー、そして DeNA15 アンダーっていうところで、最後はミスで勝敗が分かれるっていうようなね、試合展開だったような気がしますけども、まあこの日もね、初回からカープはね、秋山のタイムリーで1点先制して、よし、今日は勝つぜっていう中で言ったけども、このね、DeNA がすぐ裏にね、牧がタイムリーで1点取り返すっていうところでね、流れを渡さない。でもカープはこの日ね、2回表に長野がホームランを打って、こう今日こそはっていうところだったけども、この2回裏ね、浜口がタイムリーヒット。ノーアウト満塁から。で、その後桑原のね、内野ゴロの間に1点取って、で、ワンアウト1、3塁からこの海老名ね、で、佐野、ここがね、もう1点ここで取ったらもうちょっと楽な展開にね、なってたかなっていうところあるけども、ね、しっかりここね、得点を きっちりするっていうところでは、非常に良かったかなと。広島先発ね、どこだ ?4 回62球6安打、1四球1デッドボール3失点と、転倒でね、あの骨折は痛いのね。まあ、ちょっと今季苦しいかもわかんないけども、状態良かった時にね、ちょっともったいなかったかなっていうね、ところはあるけども、ね、その中で、ね、この6回の裏、ね、戸柱のタイムリーツーベース、で、代打オースティン、センター前タイムリー、グッて。オースティンが帰ってきたら、ちょっとこれね、
やばいね、感じがする、打線がね。で、これで勝負あったかなと思ったんだけどね、7回の表に、きっちりね、松山がレフトにタイムリーツーベースで、で、その後菊池もね、同点タイムリー打ってね、延長戦なるんだけども、ね、ここでカープはね、まあ、7回きっちりね、松山菊池をタイムリーで追いつくも、10回、11回と、ね、10回、ピッチャー入江ね、先頭の間、ライトでヒット打って、菊池がスリーバンド失敗。これは想定外、バーッと。ね。で、11回も先頭ね、長野がレフト前ヒット出て、代打三好、バンド、代打バンド、難しいけどね、スリーバンド失敗でアウト、バーッと。これ10回、11回、ノーアウトのランナーを生かせなかったことによって、今度ね、11回、ね、ピッチャー藤井、ね、クワラフォアボール、で、コスモト、ここきっちりバンと決める。ね。で、佐野相手だから、一塁相手だから軽減。で、マキヒって最後宮崎がね、さよならっていうところでね、結局このバントっていうところがね、流れを分けて最後勝敗に直結、したかなっていうところでね、若干カープはやっぱり初戦のね、あの中村の万歳とかもそうだけど、ちょっとミスがね、この記録に残らないミスっていうところがね、痛かったかなと。逆にね、DeNA をね、まあリリーフでね、追いつかれてもそこね、しっかりね、勝っていく。前日リリーフでね、勝った。ね、この、水曜日はね、リリーフが打たれても、ね、そっからね、ひっくり返すっていうところはね、非常にチーム状況としては良かったんじゃないのかと。あと6回ね、オースティンが代打で出て、センター前、タイムリーっていうところはね、今後、中盤戦に向けて非常にね、素晴らしい駒が、揃ったんじゃないでしょうか。でね、雨で中止になって、2勝、DeNA の勝ち越しでした。カープ、ちょっとミス多いよ。続いては、ヤクルト対中日。2日、5対0でヤクルト。3日、9対7でヤクルト。で、4日はね、雨天中止です。その時ね、神宮球場行ってましたけども、行ってから、もうあれは無理。ライフ、無理です。中止。2勝で、ヤクルトの勝ち越しっていうところになりましたけども、2日はね、言うまでもない。ね、村神様。4打数3安打、3打点、2ホーマー、39号、5打席連続ホームランは、プロ野球史上初、ゴールド。グッドじゃない、ゴールド。ね、村上に会いましょう。ビッグクーからのスパイラル。ナイアガラで買うのもいいですよ。ゴッド。もうゴッドです。グッドじゃない、ゴッド。ね。で、先発ね、高橋。7回112球、4安打、7三振、2四球、無失点と。こちらも、グッド。ね。ナイスピッチング。中日ね。まあ、この試合、ひょっとね、勝ちきれたぞ。ね。したらよ。C で言えばよ。この初回。大島がショート内野安打で出て、岡林送りバント。で、安倍フォアボールで、ワンアウト一塁からビシエド543ダブルプレイ。C で言えば、ここでひょっとしたら1点取ってたら、ひょっとしたら、状況がね、変わったかもわかんない。ね。で、柳ね、6回114球、並んで4三振、1四球、1デッドボール5失点と、ね。初回、山田にホームラン打たれて、村上にもね、ホームラン、カーブ続けて、つくっつったり。で、3回には、片手だけでバックスイング。もうそれはもう仕方ない。村上がね、凄すぎるっていうね。もうこんなんもうね、語るところない。村上がゴッド。で、3日の試合、9対7でヤクルトっていうところで、ね、初回、お互いのミスありながら、得点っていうところでね、中日はね、初回、大島がレフト、ツーベース。で、岡林、送りバント、試みのフライ、バーッと。で、こう、安倍がね、ホームラン打ってくれたからよかったけど、こう、きっちり送っていかなきゃね。まあ、そこで2点取ってね。まあまあ、ミスもあったけど、2点行こうか、って言った時に、ヤクルトはね、塩見山瀬がね、連続ヒットで、ノーアウト1、3塁。ここで、ファーストランナーの山崎が、牽制で飛び出すっていう。バーッと。ノーアウト。1、2塁。山田村上。今、12球団で一番やばい3、4番。なぜ、ノーアウト。牽制で挟まれる。バーッと。ね。で、その後ね、山田哲人のサードゴロ。サード後ろ引いてたからね。その後に1点取って。で、村上フォアボール。そしたらね、村上歩かしても俺がいるぜっていうね、サンタナ逆転ツーラン。このね、今日は、この試合、ね、村上の後を打つサンタナが大活躍っていうね、4打数4安打、6打点2ホーマー。ね。グッと。こうなったらまた村上でも勝負しなきゃいけなくなるし、この相乗効果として山田、村上、サンタナ、今12球団で一番やばいクリーンアップかもしれない。グッとクリーンアップ。ね。で、中日ね、3回裏の守備。ね。山田のセンター前、これね、大島、レフト、ガルシアがね、お見合い。からの村上のね、ショートゴロ、ショートね、取って、セカンドへ適当投げ、土田。せっかく取ったのに。ね。まあ、ダブルプレイは無理だったけど、セカンドアウトだけは取りたかったね。適当すぎた悪送球で。で、このサンタナがスリーラン。サンタナクって。だってこれもう、ツーアウトだったからね。
普通に。ね。で、4回裏の守備。ワンアウト1、2からサンタナのね、ライト前。これがね、大島、岡林、セカンド、水脇、お見合い。で、中村センターフライになるけども、ツーアウト満塁からオツナが、センター前2点タイムリーヒットっていうところで、これもね、ワンアウト1、2からサンタナのこのお見合いのやつ、取ってたら多分点入ってないからね。まあ、そういったところで無駄な失点を重ねてね。で、まあ、中日もね、16安打と、7点取るも、ね、結局ミスが痛かったね。これミスなかったらね、勝ってたよ。終盤もね、5回に代打平田がね、タイムリー打ったり、7回にね、平田がまたツーベースで大島ヒットで、9回にもね、土田の犠牲フライで1点取ってる。この試合はね、中日もちゃんと点取ってるの、チャンスね。でもこういったところの記録に残らないミス、ね、エラー1個しかついてないからね、でもこういう記録に残らないミスで、結局は無駄な点を与えてしまったことによってやっぱ敗戦しちゃったね。まあその中ね、1番大島、6打数6安打、グッド。ナイスビッググーね。セリーグ大記録でございます。素晴らしい。6打数6安打。ナイスバッティ。しかし、結果は2勝0敗でヤクルトの勝ち越しでした。中日、ミス多いよ。続いて、巨人対阪神。2日、4対8で阪神。3日、1対2で阪神。4日、7対0で巨人。2勝1敗で阪神の勝ち越し。巨人はね、コロナ明け初勝利っていうところに、ね、なりましたけども、2日ね、4対8で阪神っていうところで、阪神先発青柳ね、6回86球、4安打4三振、無四球、1デッドボール3失点、自責1っていうところでね、まあ、点差、あと打順の兼ね合いで、まあ、交代したんだけども、非常にね、状況変わらず、グッピッチ。ね。まあ、大勝だったけども、4回裏のランダムプレーのエラーで2失点はね、バッと。これなかったらもっとね、大勝だったよ。非常にね。ここはね、何が問題かっていうと、梅野がね、詰めていって、佐藤がちょっと詰めすぎだね。詰めすぎることによって若干ランナーと当たったら困るからちょっとね、こう、ギクシャクして。で、まぁ、ちょっと、梅野もね、ちょっと引っ掛けて低めに投げちゃったからね、取れなかったっていうところはあるけど、若干佐藤がね、詰めすぎたね。まあ、そこでね、失点っていうところになったけども、阪神はね、2回大山がね、ライトホームラン。で、3回2アウトからね、しっかり島田のね、センター前タイムリーヒットで、こうね、しっかり着実にね、点を取っていくなんてかで、で、青柳が先発。あ、このまま行くなと思ってたら、まさかの4回裏、ね、吉川デッドボール、で、重信がセンター前ヒット、で、丸がね、タイムリーヒットで、ノーアウト1、3塁と、ね、いうところで、岡本がね、見逃し三振、ね、っていうところになるけども、ここでね、ランダムプレーが、なって、ミスミスミスで、ファーストランナーの丸もね、帰ってくるっていうね、ところでは、バーッと、ね、1点済んでたね。でもその後ね、よく、6回にね、させるタイムリーヒット、ね、ミスしてもバッティングで取り返す。こういうのはね、非常に素晴らしい。ね。で、その後、7回にはね、今度、巨人がね、糸原ヒット。で、ロドリゲスのところで、吉川がね、ファンブル。バッッ楽々ダブルプレイだったよ、これ。これもしダブルプレイ取ったら、まあ、勝ってはないかったかもわかんないけども、もったいないよね。で、その後、梅野がバンドして、代打北条、ね、青柳のところに、センターね、犠牲フライで勝ち越し。だから、この吉川のね、エラーで、青柳にね、勝ち、ついたかなっていうね、ところで。でもあれか、こう7回1点で勝ち越しだから、この吉川のファンボールがなかったら、ひょっとしたら、巨人も勝ってたかもわかんないよね。で、その後ね、9回表に、梅野がライトへね、タイムリーヒット打って、もうこれ、ジエンドっていう形だね。で、ジャイアンツはね、先発メレセンス、6回3分の2、98球、6安打7三振、1四球4失点と、全体的に甘い球が、もう、真ん中に入ってね、まあそこをタイガースがね、しっかり見逃さず打ったっていうところは非常に素晴らしかったかなと。まあ巨人はね、4回そうやってランダムプレーのミスで3点取ったけども、あとはね、もうほぼほぼ打つ手なしっていうね、4安打、なかなか難しい試合。しかもその後ね、吉川のファンブルのエラーっていうところで、決勝点ね、与えてしまう形になって、ちょっとダメダメなね、感じでしたね。はい、感じの感じってなんやねんっていうね。で、3日、2対1でね、阪神っていうところで、この日ね、巨人先発戸郷、8回108球、4安打6三振、2四球2失点と、もうこれは攻められないね。非常に良かったよ、この、対角線の球もね、シュートする球も少なかったし、で、フォークも落ちて非常に良かった。で、それより良かったのが阪神伊藤ね、6回87球、4安打5三振、1四球1失点と、もうコース、低め、しっかりこう、ね、コース投げるときはちょっと高くてもしっかりコース。ね。甘く投げるときはしっかり低くっていうところでね、このメリハリついて、しかも左バッターにもしっかりね、インコースを投げ切ってて非常にグッピッチ。ね。で、その後、浜地、湯浅、
岩崎、グッドリリーフ。もう完璧な試合展開だね。で、両チームね、ほぼチャンスのない中、まあ巨人はね、もう6回裏の吉川のホームラン、これ1点止まりだったんだけども、タイガースはね、3回表、ワンアウトからね、梅野がフォアボール。で、伊藤バントして、で、2アウトになっても2塁残って、1番中野がね、2アウト2塁からセンター前タイムリーヒット。グッ。で、5回梅野がホームラン。グッ。前日についてお梅野。グッ。しかもバントも前日できて、グッ。ね。だからこう、着実に進めてワンチャンス。だからツーチャンスをね、ものにした。これ両チームね、ほぼほぼチャンスなかった中で、本当にね、このツーアウトからでもね、二塁で中野がヒットを打った。バントをね、した伊藤も素晴らしかったし、まあ攻守にあたってね、この伊藤の、バント、ピッチング、非常に素晴らしかったかなと、思います。続いて4日、7対0でね、ジャイアンツというところで、ジャイアンツ先発ね、山崎より、8回109球、3安打5三振、無四球無失点。グッペッチ。ね非常に、立ち上がりちょっと高かったけどね。まあ、そこを若干ね、タイガース、ね、この、ボール球ね、初回ちょっと振っちゃったかなっていう感じはあるんだけど、高くておやと思ったけども、そこからね、非常に修正して、コース、低さともにね、このシュート、スライダー、あとカーブもね、いい形で投げてて、そういった自分の持ち味っていうところがね、コースにしっかり投げ上げてできたんじゃないでしょうか。で、阪神先発ね、ウィルカーソン、ね、初回で終わったんだけど、まあ、2回途中でね、32球5安打、1四球5失点っていうところで、ちょっと逆球も多かったし、甘かったね。ちょっと切れなかったね。まあ、矢野監督ね、ちょっと抹消さすっていうところだけど、まあ、それはいいかもわかんない。状況的にはね。まあ、巨人はね、2回裏、岡本がね、レフト前、ポランコフォアボール。で、中田がね、タイムリーツーベースを打って、で、大白がタイムリー。で、中山タイムリーついて、山崎もね、ライトに、ね、タイムリー。で、ここでウィルカーソンね、石井に代わって、ノーアウト一塁からね、吉川フォアボール、ノーアウト満塁から、重信丸アウトになっても、これ岡本のね、押し出し。これ岡本の押し出し1点大きかったね。あそこでね、まずノーアウトから1点も取れない。ちょっと流れ悪くなるから、なる中ね、こう2回連打も続けて、山崎もヒットを打って、9番から上位に回って、しっかり5点取ったっていうところはね、大きかったかなと。で、タイガース的にはね、このね、3回だね。ロドリゲス、梅野はね、連続ヒットで、こう、石、なんかこっちは代打とかも用意してたけど、多分これね、ノーアウト一塁になったから、石バンドね、誘うというところでバンドして、中田が突っ込んできてる。華麗な三塁スローでね、バンド失敗。これは痛かったね。ここだね、タイガースがもしこの試合、ひょっとしたら勝てるチャンスかなとしたら、ここでバンドして、上位のね、中野っていうところでね、近本まで繋げていってね、こう2点ぐらい取ったらちょっと状況的に分かんなかったかも分かんないけども、このバント失敗がね、ちょっと痛かったなっていうね。で、その後ね、7回にも丸はね、ホームラン。で、8回に、マスターリクがね、またホームランっていうところで、一発攻勢でね、まあ7対0。で、山崎よりね、先ほど言ったようにしっかりね、したピッチングっていうところで、8回投げ切ったっていうところも大きかったし、まあ阪神としては、まあ打つ手なしだね、その他ほぼチャンスなかったからね、この3回だけ、ちょっとね、ここの、バタバタ感、もう思い切って代打でもよかったかもわかんないね。まあでもピッチャーのやりくりとかもね、大変になってくるからそこも考えてね、っていうところもあったんだろうけども、ね、ちょっとこの3回の表のね、攻撃がもったいなかったかな。巨人はね、パンパンパーンってね、一発攻勢。まあ、5回ね、山崎より、コースとあれ渡って、グッピッチング、グッパッティングでした。しかし、結果は2勝1敗で、タイガースの勝ち越しでした。あ、巨人、まあまあ勝ったけども、頑張んないと、再開もありますよ。ちょっとカード負けた方のチームに、プチコメントを入れていこうかなと思ってます。はい。続いて、西武対オリックス。2日、4対2で西武。3日、3対1で西武。4日3対2で西武。西武の3連勝。オリックス3立て。このオリックスの3立ては痛いね。ね。2日、西武ね、4対2で西武の勝ちっていうところで、西武先発高橋光はね、7回3分の2、119球、7安打7三振、2四球2失点。で、オリックス先発山本、6回119球、7安打7三振、4四球1失点。どちらも、ピッチング。ね。素晴らしいエースのね。ピッチングになったと思います。西武はね、初回、ノーアウト満塁、そして2回、ワンアウト満塁、ここでね、無得点が痛かったね。まあ、初回ね、外崎源田がね、ヒットヒット、で、森フォアボールで、ノーアウト満塁から山川でセカンドフライ、栗山三振、ウネンティセカンドフライ。2回もね、顔越え、オグレディがね、連続ヒット。金子アウトになるけども、外崎フォアボールで、ワンアウト満塁から源田森がね、アウトと。この、ノーアウト満塁を、とか、ワンアウト満塁、2イニング続けて満塁を得点できたのは痛かったけども、結果ね、結果2回で44球投げさせて、
これによって山本がね、6回で119球投げてしまって、長いイニング投げさせられずに、結果リリーフで逆転劇を取ったっていうところでね、非常に良かったんじゃないのか。まあもちろんね、点取ってれば楽々に勝てたけども、まあなかなか山本っていうところでね、でもこのね、まあ取れなかったけど、結果がね、ここが山本にとっては痛かったかなと。で、オリックスはね、このね、2回、2アウトからだけども、宗は立ちが出てね、この紅林が1本出なかったりね。で、4回ね、やっと宗のね、ツーランで、先制して、お、山本でいけるぞってなるんだけども、この4回の裏にね、源田のタイムリースリーベースで1点返すっていうのもね、結果セーブとしては大きかったね。で、5回、問題のオリックスは、若月マッカーシーが連続ヒットでノーアウト1塁で、福田がね、送りバント成功させて、ワンアウト2、3塁から中川がね、ファーストライナーでアウト。で、吉田敬遠されて、杉本がね、サードゴロ。ここで1点でも取ってたら、オリックスは勝てたけど、ここで1点取れないことによって、逆転しちゃったね。で、8回裏ね、西武は、ピッチャーね、本田に代わって、ワンアウトから、金子が内野安打、その先フォアボール。で、源田がね、同点、タイムリーヒットっていうところでね、で、その後、森のね、フィルダーチョイス。まあ、一塁走者、その、源田はね、アウトになるけども、この2、3塁、山川敬遠されて、最後、栗山がね、押し出しっていうところでね、逆転されるっていうね、ところで。まあ、このオリックスはね、全部このね、フォアボールから得点されてる。だから4回もね、この外崎のフォアボールから源田のタイムリー。で、この8回の3点のところもね、金子がヒット、この外崎のフォアボールが絡んでからの源田っていう後ろでね、タイムリー最後押し出しになってるから、このフォアボールっていうところがね、痛かったね。結局ね。でね、西武は逆にね、佐々木、平、グッドリリーフっていうね、結局このリリーフの差がね、勝敗をね、分けちゃったかなと。で、続いて、3日、3対1で西武っていうところで、この日ね、オリックス先発宮城、6回3分の2、111球、6安打で3三振、3四球3失点。まあ、これは攻められないね。ね、2回の裏、ワンアウト満塁で、ジャンセンに押し出し。ね、おーってなってた。俺もおーってなった。インコースのね、ストレート、めちゃくちゃいい球だった。まあ、どうなの？ジャンセンの膝下が長かったのかな？だってもう、コースは絶対間違いなくストライクなんだよ。だからボールっていうのは低いっていう判定以外ないんだけども、膝下が長かったのかな？ここで止めとこうかな？おーって思ったよ、俺もね。でもここで1って。ね。だからこのね、2回のね、失点がね、強いて言えばよ、この結果ね、1失点だけど、これ強いて言えば、山川にツーベース打たれて、中村ね、サードゴロアウトを取って、このオグレディのフォアボール。これが痛かったね。しかもツーストライク追い込んでからだからね。これ打ち取ってたら多分この押し出しね、いってなかったと思うんだよね。でもこれをね、足がかりにね、3回の裏、森がね、ホームラン、森、グッっていう。ね。で、5回の表にね、頓宮がレフト、ホームラン、打って、反撃って思ったところで、5回の裏ね、取られたら取り返すっていうね、森がまたホームラン、グッって。ね。で、あとはもうきっちりね、平井がね、6回99球、3安打5三振、2四球、1失点と、まあストライク先行で勝負できて、得意のね、緩急っていう、しかもところがね、つけて、右バッターに対してもインコースのストレートをしっかり投げて、両コースの幅を使ったり、緩急を使って、非常にね、素晴らしいピッチング。グッね。オリックスはね、先ほど見たように5回にトングのホームラン。ね。まあ、他ね、強いて言えばよ。強いて言えば、8回ね、ピッチャー水上が上がって、福田ね、セーフティーバンド。で、2アウトから吉田正尚がデッドボール。2アウト1、2になってね、杉本。ここでね、4番が仕事してれば、っていうところでね、ピッチャー水上。ね。初球、シュート。詰まらせて。ショート、フライ、クッ。インコース投げなきゃいけないのよ。ね、杉本には。まあ、もちろんインコース投げても打たれるよ。でも外一辺倒だったらもっと打たれる。誰に言ってるかはわかりますよね。はい。というところでね、森のホームランとね、平井の好投っていうところでね。で、まあこの試合もね、しっかりリリーフが、本田、水上、平っていうところがね、しっかり抑えて、グッドゲーム。ね。で、4日、3対2で西武、サヨナラ勝ちっていうところでね、神宮がね、試合中止になったんで、帰ってきてテレビでね、この試合、見てましたけどね、オリックス先発山崎たちはね、5回3分の1、87球、6安打2三振、1四球2失点とね、いや、非常に踏ん張ってね、いいピッチング、緩急もつけながらね、インコースもしっかり使いながらできたと思います。で、西武先発松本ね、7回114球、7安打7三振、1四球、1デッドボール2失点と、まあ、こちらもめちゃくちゃね、ピンチ作るけども、めちゃくちゃ素晴らしいピッチング、ね、3回もね、先頭伏し乱すけども、その後ね、足立ね、ダブルプレー取ったりだとか、ね。
6回もね、杉本宗にね、連続ヒットを打たれて、このノーアウト1、3塁、ここからね、マッカーシー三振で、紅林のね、4、6、3、最後2ストライクからちょっとボール気味投げてね、4、6、3ダブルプレイ。ここが大きかったね。だからオリックスが負けたのもね、ここだよ。この6回表に点取れなかったこと。ね。まあ、西武はね、4回裏にね、山川デッドボールからの中村がね、レフトスタンドへホームラン、ほぼど真ん中ね、打って2ヶ月半ぶりです。おかえりホームラン。ね。で、5回の表にね、ワンアウトからマッカーシーヒット、紅林ヒット、伏見デッドボールで、ワンアウト満塁から足立がね、センターへ、同点タイムリーヒット。で、この後ワンアウト一塁からね、福田アウトになるも、中川センター前ヒットで満塁になって、吉田ね、センターフライアウトっていうね。あと、この6回もね、紅林、ダブルプレーっていうところでね、チャンスはね、作ってんだけどね、一本出ないっていうところがね、これやっぱ僅差のゲームね、この3試合ともオリックスが勝てなかったところかな。で、ピッチャーね、ホンダもね、あの8回、先頭中がフォアボール出すけども、あの吉田の最後、インズバのストレート、グッツナイスボールね。あれは本当に素晴らしかった。しかもその後ね、杉本宗もね、しっかり抑えて、ね、この日もね、リリーフ、ちょっと平が冷凍でね、使えないっていうところでね、ホンダ水上がしっかり抑えてね、9回裏、ワゲスパックから、おかわりくんが、さよなら、ホームランね。まあ、あれはもうね、仕方ない。攻められない。ワゲスパックももう力勝負だからね。そこで、それあれダメ、これダメ言ってたらね、もう投げられない。あれはね、打ったおかわりくんがすごいのよ。ね、2ヶ月半ぶりに1試合2ホーマーです。グッて。だからね、結局西武も、ね、3日の日は森が2発打ってね、3対1。で、4日の日もね、中村が2発打って3対2。さよなら勝ちっていうところでね、非常に一発攻勢。でも、ピッチャー頑張ったね。3試合合わせて失点5点だからね。で、リリーフ陣もしっかり頑張りながらね、できたっていうところでは非常にね、大きかったかなと。ね。しかもこのね、3連勝っていうのは、西武にとったら非常に大きい。オリックス。最後に言いますよ。ね。結果、西武の3勝0敗で勝ち越しでした。オリックス。ここ一本。カーンって、チャンスで、ツーアウトで、カーンって、打たないと負けますよ。サンタです。続いて、日本ハム対ソフトバンク。2日、6対5で日本ハム。3日、5対1で日本ハム。4日、3対3の引き分け。2勝1分けで日本ハムの勝ち越しっていうね、ところになりましたけども。2日ね、6対5で日本ハムっていうところで、打ち合い、打ち勝った日本ハムっていうね、ところで、まあ、旭川のね、試合っていうところになりましたけども、ね、ソフトバンク先発石川ね、6回119、7安打6三振、2四球、6失点。ね、日本ハム先発伊藤、6回199、6安打8三振、2四球、4失点とね、どちらもね、ちょっとピリッとしないような感じになりましたけどもね、日本ハムはね、初回、ワンアウトから万波レフト前、近藤がホームラン、ツーランね。で、2回表にね、こちらは渡辺のね、ファンブルエラーから、バーッと、点取られてなかったよ。そしたら、きちいね、川瀬が犠牲フライ行って、1点取って、で、3回の表にね、柳田の、レフトスタンド測ったかのようなホームランで同点になって、いやーこれこのまま伊藤くん波飲まれるんちゃうかっていうところで3回裏佐藤日本ハムに移籍第1号ホームラングッてナイスバッティング。でこれで終わるかと思ったらね、清宮がフォアボールで万波センターツーベース、ノーアウト2、3塁になって近藤フォアボールで渡辺がね三振するけども今川のねショートゴロの間に1点あげてフルカーアウト。だここでもう1点ね取りたかったね。ノーアウト満塁だったから。でもきっちりね、2点で逆転するけども、4回の後に今度グラシャルがホームラン。でもグラシャル腰やっちゃって、これ痛いで、また怪我に。ね。で、4対3。で、まあ勝負が決まったのはこの6回裏でね、この氷のレフトスタンドでツーランホームラン、氷。ガッツ。ナイスバッティング。ね。ここで6対4になってね、あ、6対3になって、まあ7回で、周東のね、犠牲フライ。で、8回、牧原のね、ホームランで行くけども、ちょっと失点が多すぎたね。あと7回ね、この清宮、高一っていう守備頑張ろう。ね。でもここでノーアウト1塁ね、ノーアウト満塁から周東のね、犠牲フライで1点だけ。その後柳田ね、デスパイね、連続三振っていうところで、ここでね、やっぱり同点もしくは逆転にね、ソフトバンクは仕切らなきゃいけなかったなって。日本も3つエラー、ちょっと危なかったよ。でもね、佐藤、ホームラン。グッて。ね。移籍初っていうところでね、非常に大きかったかなと。で結局ね、近藤、佐藤、郡のね、3ホームランで計5点で、しっかりね、勝ち切ったっていうところでは、旭川のファンも喜んだんじゃないでしょうか。ね。
で、8月3日、5対1で日本ハムっていうところで、これで対ソフトバンク6連勝っていうね、形になりましたけども、この日ね、先発、日本ハムね、上原、8回101球、3安打5三振、1四球無失点と、まあね、フォーク、チェンジアップ系、低めにしっかりね、決まって、しかも対左バッターにもしっかりインコースもね、使ったり、インコースにフォークね、落としたりしながら、非常にね、勢いもあってね、グッピッチング。8回無失点はね、非常に素晴らしいんじゃないでしょうか。でソフトバンク先発東山ね、7回104球、3安打5三振、無四球3失点と、3回ね、清宮にカットボール、ライトへのね、ツーラン。で4回ね、アルカンタルにホームラン。対東山、8打数6安打4ホーマー、5打点、もう東山キラー、アルカンタルね。まあ、これのみだったんだよね。だからまあ、攻められないね。やっぱ打線だね、1点しか取れてないからね。で、日本ハムはね、8回。ワンアウトからね、ピッチャーね、秋吉、凱旋登板っていうね、ところで、佐藤がね、レフト前。で、ヌエネスね、センターフライになるけども、清宮はね、スライダー、ライトへツーランホームラン、2本目、グッと清宮。でもこれ1本目とね、1本目もカットボールだったけど、1本目と2本目でね、これリプレイかっていうね、感じるホームランだった。同じようなね。で、ソフトバンクはね、もう打つ手なしっていうね。まあ、強いて言えばよ、初回ね、野村が、ツーベース、こうシュートをね、バントピッチャーフライ、バーッと。ここでバントきっちり決めてたらね、その後ね、柳田、初球で、インコース、胸元のね、ボール球をね、ピッチャーフライ。で、デスパイね、ショートゴロとね、ここでバント成功して1点取ってれば、ひょっとしたら流れがね、変わったかもわかんないけども、3回にね、清宮がツーラン。初めてツーラン今年打ちました。グッと。ね。で、4回に、アルカンタラのホームラン。もう一発コースだね。ほんで、8回にね、佐藤がレフト前ヒット打って、清宮がね、またツーランホームランっていうところでね。まあ、もう打つ手なしじゃね、上原がしっかり投げてね、投打に渡って完璧だ。日本ハムね、試合展開だったんじゃないでしょうか。逆に、ソフトバンクは完敗です。はい。で、4日の試合ね、3対3の引き分けっていうね、ところになりましたけども、まあ、この日ね、ソフトバンク先発で5回98球、3安打4三振、4四球3失点。ね。日本ハム杉浦ね、2回44球、6安打、1三振、1四球、1デッドボール3失点とね。まあ、どちらもピリッとしない戦いになったけども、まあ、初回ね、ソフトバンクは周東がいきなり先頭打者ホームラン。グッね。で、3回、先頭川瀬がヒット。柳田はね、アルカンタルのフィルダーショイスってオールセーフで1、2塁バーッと。ね。で、デスマイネがね、レフト前ヒット。ノーアウト満塁から、マキアロンね、タイムリーヒットで2点。で、ノーアウト1塁。ここでね、杉浦がメネズに、ピッチャー交代して、ね、牽制でアウト。パッと。で、その後ね、盗塁成功して、柳町がヒット。で、中村フォアボールでワンアウト満塁になるけども、野村海で点取れず。だから、ここでね、もう1点でも取っとけば、状況は大きく変わったかなっていうね、取れるべきところでやっぱり取れてないんだよね。で、日本はね、3回裏、先頭ね、佐藤がレフト前。で、梅林がね、ライト前ヒットで続いて、中島ね、きっちり送りバント成功して、清宮はショートゴロの間に1点上げて、万波がなんとレフトへね、これ引っ掛けだそうでね、ツーラン万波、グッ。やっぱパワーあるね。で、結果で、ね、引き分けになるんだけども、もう終盤はね、もう日本ハムはね、おせおせだったよ。10回も2アウト2塁ね。今川敬遠されて、2アウト1塁から佐藤ね、レフト前ヒット打って満塁、代打古川ね、まあアウトになって1点取れず、11回もノーアウト1塁から、ここ万波ね、センターフライ。これもうちょっと深く打ってね、タッチアップできてればっていうところもあったけど、で、近藤渡辺アウトね、サヨナラにできず。で、まあ12回はね、3人で抑えられたけども、最後日本もね、勝てた、3連勝できたね、1本打てればね、ソフトバンクとしてももう終盤ね、全く攻撃してない。終盤本当にもう日本ハムがいつね、サヨナラにするのかっていう展開だったけども、まあ全体的にはね、ソフトバンクとしてはね、まあやりたいような野球全くできなかったっていうね、日本ハムはもうやりたいような野球、最後もう一つ踏ん張りっていうところでね、まあ勝てなかったけども、このカードね、2勝1分けっていうところはね、素晴らしい戦いになったんじゃないでしょうか。結果、2勝1分けで日本ハムの勝ち越しっていうところになりました。ソフトバンク。取れるときに取んないとこうなりますよ。対日本ハム6連敗です。さあ後半戦どうなる。続いて楽天対ロッテ、2日4対6でロッテ、3日5対4で楽天、4日10対1で楽天、楽天の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたね。2日の試合4対6で楽天というところで、まあ、この日ね、12さんで副音声ってね、川野さんと吉田さんとやらせてもらいましたけども、皆さん楽しめましたか。
はい。楽天先発のりもとね、4回で97球、7安打5三振、5四球4失点と、まあストライクボールはっきりしてて、まあ制球しきれず、顔もなんか不安そうだったね。まあこれで自身4連敗と、6月28日以降勝ち星なしっていうところで、まあこういったところもね、ちょっと苦しいね。で、ロッテ先発ロメロね、6回108球、5安打4三振、6四球3失点と、こちらも制球定まらずね、苦労してたけども、すべては初回、もう初回の攻防で、もう一気にね、勝負はついたかなっていうね、こう流れがついたかなっていうね。まあ、ロッテはね、初回、荻野がフォアボール、高め送りバント決めて、中村がね、レフトへツーランホームラン。で、この2点でね、終わることなく、その後ね、中村がヒット、レアードフォアボール、エチャバリアウトになるけども、佐藤がね、センター前打って、ノーアウト満塁から安田ね、押し出しのフォアボールっていうところでね、3点を取って、ね。で、1回裏、ロメロ大乱調っていうところで、西川小深田に連続フォアボール、で、ノーアウト一、二塁から、浅村、ツーボールから、アウトコースのボール球打って、4、6、3、ダブルプレイ、パッと。まあ思い切ってね、行ったのはいいかもわかんないけども、ボール球、ね、これで一気にね、ロメロが救われて、この回ね、その後、島内もアウトに取って、無得点、ね、無失点、ロメロからするとね、で、過ごした、ね、っていうところで、もう全部が決まったね。で、ロッテは2回表にね、ツーアウト1、2塁から、レアードのね、レフトへのタイムリーヒットで追加点取って、まあ、これで流れがね、一気に決まったっていうね、この初回の攻防っていうところは非常にね、楽天としては大きかったですね。で、荻野がね、この日、ロッテやっぱ荻野高部って俺は言い続けてるけども、荻野がね、この日2打数2安打、1フォアボール1、犠牲フライ。で、高部がね、バンド、ヒットとね、この機能をね、して、クリーンアップに送っていくっていうところでね、まあ、初回もね、荻野がフォアボール出て、2回もね、荻野もレフト前ヒットから出てって、得点につなげて、で、5回もね、ピッチャー、鶴崎に代わって、で、佐藤がセンター前ヒット、安田がツーベースでノーアウトに3塁から、岡のね、犠牲フライ、で、荻野のね、犠牲フライっていうところでね、2点取って、きっちりこういった荻野が絡んでるっていうところがね、大きいね。しかもね、この4回の裏に、鈴木大地がライトへタイムリーヒット打ってね、この4対1、若干ちょっと雲行き怪しいな、どうなんだろうっていうところで、この5回にこのね、2点取れたっていうところは、ロッテとしては非常にね、大きかったね。で、6回裏ね、ワンアウト満塁から、茂木のショートゴロ。で、ここね、内田のライト前タイムリーヒット。これね、解説の時でも言ったけど、落とせばよかったのになんでずっと外にまっすぐ続けていけるっていうね。でもここね、内田今季初ヒット。グッパッティ。ね。で、8回裏に、茂木のね、ショートゴロの間に1点取るんだけども、ここでよ、問題は。8回裏、ね、辰巳センター前、鈴木大地ライト前、ノーアウト1、3塁になって、点差は3点。なぜかここで1塁ランナー鈴木大地、盗塁してアウト。Why? But。いや、ここは走るとこじゃないでしょ。3点差あって、セカンド行っても、ほぼほぼ情勢関係ないのよ。これ、絶対 100% セーフになるんだったら走ってもいいけども。ほんで、これでね、茂木のショートゴロの間に1点取って、で、ランナーなしで、まあ、1点止まりで、ロッテとしてはノープレッシャーになったわけだからね。この盗塁はね、ちょっといただけない。バッと。ね、非常にもったいない。っていうところでしたね。だからこの初回をね、この、フォアボール、フォアボールで来て、2ボールからボール球振って、ダブルプレイ。で、8回の、このね、無駄な盗塁、アウトっていうところがね、非常にもったいない試合展開になりましたね。ビッカ、5対4で楽天っていうところでね、ロッテ先発佐々木朗希。5回3分の1、86球、8安打、5三振、無四球、5失点と。まあ、7月1日以来のね、約1ヶ月ぶりの投球になりましたけれども、スタイルとしてはね、変わらず、どんどんストライクを投げていくっていうところでね、まあその中ね、6回、このフォークボールがね、高めに浮き出して、まあそこをね、楽天打線がね、フルスイングするわけじゃなくて、しっかりね、コンパクトにスイングするっていうところでね、攻略したかなと。で、ロッテはね、初回3連打でね、中村レフト前タイムリー、で、井上三振するけども、安田ね、センター前タイムリー、これ2点先制して、非常にいい流れでね、行く中で、この結果的にね、この1回裏、2アウト2塁から島内のね、センター前のタイムリーヒット、この1点ね、何気に大きかったかなと。でもこのね、4回表に、2アウト1塁から、岡が盗塁して、そして松川がね、センター前タイムリーヒット、佐々木朗希が投げてる時は松川が打つ、みたいなね、ところで、この1点取って、あ、これでほぼほぼ行くなっていうところでね、まあ雨も降ってる中っていうところはあったけども、6回裏ね、事件は起こります。ね、茂木がライト前ヒット、で、太田送りバント決めて、ワンアウト2塁から西川がね、タイムリー、で、小深田、浅村連続ヒットで、ワンアウト満塁から島内がね、反対方向へ、タイムリーヒット。で、ここでね、広畑に代わって、岡島がね、ヒットで繋いで、ワンアウト満塁から、辰巳にね、押し出し、バーッと。ね。
攻めていかなきゃ、広畑、帝京魂っていうね、ところもあるけども、この6回になってからね、ちょっと佐々木朗希の球がね、高めに浮き出したっていうところもあって、まあそれをね、ミスなくね、しっかり連打でね、楽天がつなげて、一気にね、4点取って逆転したっていうのは非常にグッと出せ。ね、非常に素晴らしかったと思います。で、楽天先発ね、唐島、5回93球、8安打2三振、無四球3失点と、まあ、最低限のね、仕事はできたんじゃないでしょうかね。この無四球っていうところがね、非常に勝ちにつながったんじゃないでしょうか。ロッテはね、まあ、言えば2アウトからだったけども、まあ、3回、ね、2アウト1、2塁、セグ安田がね、セカンドゴロで、アウト。そして、7回、ね、2アウトだったけども、2塁から藤原がね、レフトフライでアウト。そして、8回、中村がね、ホームランを打って、その後、レアードがね、ツーアウトからヒット。で、岡が、フォアボール、ツーアウト一塁で、エチバリアが三振と。まあ、このね、こういうところで一本パンパンって打っていかないと、なかなかね、厳しい。あと、8回の中村のホームランはね、前日のリプレイかっていうぐらいね、高めのホームランね、パンパンってね、打ってましたね。で、4日、10対1で、楽天の勝ちっていうところで、ロッテ先発元前ね、3回70球、9安打3三振、3四球、9失点と。もうほぼ、なんか全く躍動感なかったね。腕も触れてないし、もうバッピカっていうぐらいのね、ちょっと言い過ぎました、すいません。っていうところのね、ちょっと全然腕も触れてなかったし、ちょっと躍動感なかったかなっていうね。まあ2回ね、隅田井の先制ツーラン。で、3回ね、連打になって、岡島、辰巳、鈴木大地。で、茂木がね、ホームランで一気に、ね、7点。で、その後また隅田井のフォアボールで西川がね、ツーランを打って、ここで9点。で、4回の裏に、島内がね、ライトスタンドで、東からね、ホームランを打って10点、ゲームセット。ね。で、楽天先発岸ね、7回102球、3安打4三振、1四球、1失点と、まあ大量得点にもね、恵まれて、スイスイスイっていう形で、もうこの試合ね、ほぼほぼ見てない。もう、打ったとこだけ、まあ岸もね、7月7日以来、約1ヶ月ぶりの勝ちっていうところでね、またこういったところで波に乗っていければね、楽天も上位にね、行く力がね、まだまだ残ってるんで、この足がかりにね、していきたいなっていうところはありますね。もうほぼほぼ、だって14安打、ロッテは3安打、打つ手なしでございます。ね、結果、2勝1敗で楽天の勝ち越し。ロッテの皆さん、コロナでバンバン人がいなくなって、きついかもわかんないませんけども、出る選手はチャンスなのよ。頑張って。行かなきゃ、ここが勝負なのよ。あれいない、これいないって言っても始まれないよ。どこのチームも一緒だったんだからね。さあ、ということでね、金土日の試合ですけども、ちょっと天気がね、悪いところもあるようで、どうなっていくのかなっていうね、ところはありますけども、ヤクルト対巨人ということでね、巨人の皆さん、ヤクルト、村上、サンタナ、山田、もう誰気にしてもいいかもわかんないぐらいよく打つよ。気をつけて。ヤクルトの皆さん、巨人ね、パンパンパーンって一発出るけども、そんな打線のつながりないから、低めに丁寧に投げていきましょう。はい、中日対 DeNA。ドラゴンズの皆さん、DeNA ね、オースティン帰ってきたからね、ちょっと打線のつながりが出てくるからね、ちょっとオースティン気をつけて、もう一回探り入れなきゃいけないかも。いろんなところ投げて。DeNA の皆さん、ドラゴンズね、やっぱ大島岡林だね、ここの1、2番気をつけよう。阿部ちゃんの前にちょっとランナー出すとね、ポンポンポンと行かれちゃうからね。この大島、なんとかね、6打数6安打で来てるからね、なんとか抑えていきましょう。広島対阪神。阪神の皆さん、カープね、若干バタついて、ちょっとミスもね、出てきてるんで、でも菊池がね、やっぱいい形の打線のつながりしてるんで、菊池ね、気をつけていきましょう。カープの皆さん、タイガースね、いい形で波に乗ってきてますよ。あとね、浜地湯浅、岩崎の7、8、9インでね、序盤にガダダーンってね、集中していきましょう。細かいことしてでもね、序盤ちょっと点取っていきましょう。はい、西武対ロッテ。ロッテ皆さん、西武ね、森も打つ、山川打つ、ちょっとコロナでみんな帰ってきてるからね、あともう前半勝負だね、もうリリーフもね、めちゃくちゃいいからね、前半勝負でどこまで点取れるか、勝負だね。西武の皆さん、ロッテね、もうコロナで人いなくなってますから、パンパンパーンといきますよ。オリックス対日本ハムの皆さん、オリックスね、若干打線のつながりがないんで、ね、しっかりピンチになったとしても、動じず、ね、思い切っていきましょう。オリックス皆さん、日本ハムね、先発ポンセ、どんどんストライク投げてくるから、打ち負けたら終わりよ。だからどんどんもう積極的に振っていこう。ね。あと、
もう躍動感持ってみんながバンバン来るよ振っていってね、ピッチャーを低め、キープローです。はい、ソフトバンク対楽天、楽天の皆さん、ソフトバンクね、ポンポンポンと2ファームにやられて、全体的にちょっとクューなってきてるから、ここで叩いて一気に上行きましょう。ソフトバンクの皆さん、楽天ね、10点も取って打線上がってきてるんで、でも結局ね、やっぱ西川小深田だったないようにしよう。ここ出すともう終わっちゃう。ね。そこら辺気をつけて頑張っていきましょう。はい。ということで、金曜日のソチェック、ここら辺でおしまいです。週末もベースボール楽しんでいきましょう。今回からですね、このソチェック、新企画、新コーナーがスタートすることになりましたけども、その名も、里崎セレクト。はい。前回紹介したですね、パリーグエキサイティングモーメンツとのコラボ企画で、パリーグ6球団の胸熱シーンをですね、里崎が選び、それを里崎セレクトとして販売しますというね、新企画でございます。3連戦ごとに1シーンを選出します。そして8月1日から8月31日までで選ばれた9シーンから里崎セレクトとして販売されるのは3シーンのみでございます。ね。どのシーンが選ばれるのか、総チェックを要チェックっていうところですけども、今回からね、初めてです。これはね、パリーグの、とのコラボ企画でですね、ちょっとセリーグファンの皆さんですね、セリーグがのやつがないもんですからね、この NFT、ね、パリーグのみというところで、やっていきます。さあ、ということで、栄えある、ね、第1回ノミネート選手、パリーグエキサイティングモーメンツ、コラボ企画、里崎セレクト、胸熱シーンは、こちらです。8月3日、西武対オリックス。宇田川選手、プロ初登板で山川選手をプロ初三振に取ったシーンでございます。ね、フレッシュオールスターの動画。でも言いましたけども、フレッシュオールスターで見た中で一番いいのは宇田川選手だと、ね、早く試合下にした方がいいよと、ね、オリックスリリーフね苦しい中でっていうところでね、めでたくですね、期日までに、試合下選手になってですね、この8月3日にプロ初登板でですね、この1イニングですね、オグレディも含めて2三振っていうね、華々しいデビューねしたというところで、非常にね、佐々木の目が、いい目だったのかなっていうね。まあもちろん、ここからね、もっと頑張っていってもらわなきゃいけない選手ではありますけども、非常にね、デビューとしては素晴らしいピッチングだったんじゃないでしょうか。ということで、佐々木の胸熱シーン、第1回は、宇田川選手の奪三振でした。